はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、出雲でございます。それでは今回はこちらゴーストオブツシマディレクターズカット版やっていくんですけれども、ですね、今回はいろいろね、サブストーリー的なのとかメインストーリーとかね、メインストーリーも、そうだね、集結って言って一応進めるようにはなってるんですけど、結構その前にね、防具を強化したいなとか、いろいろサブストーリーをね、進めたいなとかあったんですけど、それにあたって、ちょっとね、物資が実際足りなかったりとか、あとこういうね、いろんなこう、猛虎の拠点とかが、攻略できてなかったりとかっていうのが、割と見受けられたので、ちょっと本当はね、こういうの収録外でやって、こういう風にしてますっていうので、サブストーリーとかやっていくんですけど、まあ、今までね、パート40いくつやってきて、あえてね、その、要は作業的な部分だけをこう抽出した回っていうのを設けてこなかったので、どんな感じでね、いつもこの収録外で、このサブストーリーとかを出すためにうろ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 してるのかっていうのを、あえて、注目を浴びさせるという謎の回でございますが、よければ、お付き合いいただければと思います。でね、早速ここの、沼田の集落っていうのを解放しろっていう、ここ割と大きめな感じっぽい雰囲気が出てるので、この褒美でね、金がもらえるやつって多分ね、割と大きめの拠点なんですよ。なので、こちらを今、攻略にもう来ております。ね、いきなりこんなところなんですけど、なかなかね、始めたはいいものの、意外とね、もう見ての通りね、数がめちゃくちゃ多いんですよ。で、あれね、剣のバッテン印ついてるのが体調格的な、人だったと思うので、ね、ほら、敵陣の体調を倒せって左上の目標に、目標が消えた。目標の3つ目ぐらいに今ありますよね。40メートル、50メートルつって。あれがあれですね。まあ、やっていきたいんですが、さてさて、どこから誰からやっていこうかなというところではあるんですが、このタイミングだと、そこに見られるのか。結構ね、いろんな方向から、監視されてる感じになるので、まあ、ちょっとここから無理していくことはないかなと思います。やれるところからね、こっそりとやっていく。それがクロードというものですからね。もうこう隠密するのに圧倒的に向いてないゴールドの鎧にしてますけどね。はい、じゃあこの辺から、ここから入ってさ、そんなに隠密でいけるってめっちゃ思うっすよね。どうしようか、どうしようか。どうしようか、どうしようか。派手にやるか。いや、派手にやるのはね、普通に私死ぬんで、あんまやりたくないんですよね。あんま上手くないんですよ。上手くない。あんま上手くないんですよ。あいつ釣りし始めたな。釣り人はいつもね、釣りに集中しすぎて気づかない節がありますよね。どうしましょうか。そうですね。まあ、若干大胆には動くけれども、なんていうんですかね。そんなにこう、見つかって正面切ってドンパチやる感じではないっていう感じにしましょうかね。これであいつが一人になる。オッケー。で、人がちょっと集まる。で、あいつら二人とも兜つけてんな。例の作戦いきます？爆竹鉄ハウ作戦ね。もうちょっと人集まるかな。あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、失礼しますよ。はい、こんな感じですね。爆竹鉄ハウ作戦、俗に言う、俗に言う爆竹鉄ハウ作戦はこういうものでございます。で、これでですね、こうやって注目度を集めることによって、今度はこういうところがね、手薄になるわけですよ。ああ、本当はあの上にいたやつ、やりたかったんだけどな。まあ、致し方あるまい。あ、いや、これやばいな。あ、これやばいな。よいしょっと、失礼しますよ。あらら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 、すごい集まってきちゃった。失礼しますよ。今俺、やばい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 
やばい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 、よいしょよいしょスンと、よいしょ、はい、よいしょ。あ、意外と追っかけてくるね。だったら俺もやることやっちゃうよ。鉄ハウの、あれ鉄ハウ、鉄ハウがない。これで、あ、違います こうですね。どうしようかな。よいしょ、こうして上に登るでしょ。よいしょよいしょよいしょ。いや、的確だね、鉄ハウ部隊すごいわ。よいしょ、こんな感じ。痛い、すごいね君、すごいね君、すごいね。なかなかいい狙撃を持ってるじゃない。もうこれさ、何、下に今すっごい集まってるね。ええ、あの、一つ間違えるとこういう風になりますというね、すごくいい教訓になりましたね。危ない。よいしょ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 、はい、しっかりかわしていく。よいしょ、これでパレツヤに変えるじゃない。よいしょ、こんな感じですね。はいはいはい、どうしようどうしよう、こっちのセリフなんだよな。どうしようって、はい、どうしようやばい、自分で言っててもうそれにしか聞こえなくなってきちゃった。あ、やべ、そっちじゃないんだよな。よいしょ、まあ、カブトはしっかり弾かれるんだな。よいしょ、じゃあそろそろ真面目に降りてやりますか。よいしょよいしょよいしょ、よいしょ、ああ、騎兵がビビってんの。はい、あら、弾かれるんだ、危ない。型を変えまして、よいしょ、オッケー、まず隊長やりました。でビビってるやつをやります。でしっかりかわしていく、しっかりかわしていく、しっかりかわしていく。で騎兵どこ行った、騎兵。騎兵はね、あの、やっぱりこう連続して攻撃してくるときに、攻撃してるときにすごく邪魔なので先にやっておきましょう。槍兵か。はい、よいしょよいしょよいしょ、 OK、 よいしょ。これでサクッとこいつもやります。でこいつも、危ねえってか、痛い。それはね、まだね、かわせないでござんすよ。で鉄ハウを拾います。どうしようちょっと待ってね、回復しつつ、急兵に当てていく。それで鉄ハウを投げとく。 OKOK、 だいぶ減らせたねこれで。あとは、もしかして終わった、もしかしてとりあえず終わったこれ。なんかあれだね、戦が終わるとさ、戦っていうかこの一連の流れが終わると馬戻ってくるのめちゃくちゃ面白いですね。あ、終わったっつって、今の我ながらよく反射したと思うわ。こんな感じですね。あ、装備の強化ができるようになった、ありがたいですね。これで、これあれね、盗まれた金属を取り戻せっていうのもこのミッションのうちの一つなので、OK ですね。で、あそこにも敵がいるよね。あの敵はまだなぜか急にこちらを見失ってしまっているので、ああ、そこに2人いるんだ、なるほど、3人、3人いますね。正面切って戦う感じにしましょうか、もうね。よいしょよいしょ、オッケー、はい、あら、完全に今ガードが入ったと思ったんだが、よいしょ、
よいしょ。型を変えたい。よいしょ。よいしょ。オッケーオッケー。熱い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 。別にダメージは入ってないけど熱いであろう。いいねいいね。これ左上のさ、任意って書いてあるやつ、夜巻き状態にさせろっていうのがあるので、ちょっとそれを狙って、あえて、あ、こいつでも旧兵か。あ、違うな。あ、違う、闇討ちでやっちゃった。よろめき状態にさせてやっていくのをやりたいなと思ったんだけど、うん、こっちの方、あそこになんか、あれだね、盗まれた金属のマークが出てるので、ちょっとあそこまでは急いでいきましょうか。たたたのたと、あれですね、今回は作業パートにしようと思ってるので、すごいカットする気がないです。いつもはね、多少なりともね、あの、出雲さんのね、実況ってね、実況動画ってね、カットを全然使わないなとか、編集が全然ないなっていうことで、私の中では有名なんですけど、今回はとことんサボるつもりで動画を回し始めておりますので、これね、見れる人はね、相当ね、作業が好きな人か、完全にこの会話をだけを聞いて別にプレイ内容を見てない人か、どっちかですね、これはね。これで旗も回収があるんだね。オッケーオッケー、やろうじゃないか。オッケー、よいしょ。旗を崩したい。よし、あと1体だね。あと1体で2位の目標を達成できるから、よいしょ。オッケー、完璧。あれ、あ、それじゃないんだ。あー、なるほど。うまいこと弾きすぎちゃっても、それはそれで。これどこ向いてんの、ジンさん。そっちから敵来てる。あ、来てるのか。来てなくない。何これ何これ。あ、さらに遠くか。あー、あっちから、あっちの方から走ってきてんのね。よし、来いや。やろうぜ。ってことは、普通にガードでいいよ。よいしょ、オッケー。オッケー、これでいいんじゃない ?2 位目標の達成ですね。オッケー。で、あと、旗の回収ということになってますので、旗の回収は旗旗。旗旗。あれですかね、この、多分オレンジ色の、ん拾う、鉄ハウ。あー、素晴らしい。このオレンジ色のがついてるところに多分旗があるのかな。だいぶ見逃してきたね。よいしょ。いや、やっぱりね、意外とこう、あえて表示をね、注視しないとね、気づかないことが割と多いんですよね。割と最初の方のところにもあるしね。ここもか、ここの中もあるかな。ここの中にもありそうですね。登り旗の回収と。いいですね。これで、あとこれでもかな。そこの中かな、野営の中かな、野営っていうかテント。このテントね、なかなか画期的ですよね。あ、物資がいっぱい入ってるやつ。あみたいな感じで、まあ、ちょっと大きめの集落とかを解放するとこんな感じでね、村人がこう戻ってくる様なんかが描かれる感じですね。技量を、攻略によって、人質にもらって、この金ですね、なんか強化に、最終強化とかに必要だったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、割とそういう重要な希少アイテムになるので、見つけた場合はなるべくね、回収していければなっていう。さっきのやつちょっとあれですね、さすがに物資の回収はカットします。はい、というわけでぐるっと一周物資回収してきたんですけど、あのね、こういう拠点攻略するとね、ジンさん容赦なくね、もともとあった猛虎のね、なんていうんだ、建物、猛虎が建てた建物みたいなのね、こうやって燃やすこと割とあるんですよ。これね、その中にあった物資消えるんすよ。あのね、さっき宝箱みたいなのをね、多分開けたのが間に合わなくてね、あれはちょっと多分もったいないことになっちゃってますね。まあ、致し方ないでしょう。もらえるものはもらっていきました。これでですね、こんな感じで、地図の曇りが晴れますので、こうやってね、またハテナが解放されていくんですが、ちょっとね、多分拠点攻略をバーってやっていきたいので、次はここですね。
どこここ。あ、なんかすごい土地に来た。なんかあまりにも久しぶりに来るところだとマジでどこここ、こんなとこ通ったことあったっけってなることがあるんですよね。まあこう一つの島といえども結構こうオープンワールドでやっていくとかなりこうボリューム的には広くなっていくのでね。これ猛虎か。そうだね。一番手は誰だ。もう迷いなくやっていただきましょう。ただ、今境家の鎧ではないので3人が最大になってきますね。はい、クロードの鎧なので最大が3人ですが、あれあと1人は、あ、2人しかいないの。こここれ倒した方がいいの。ごめんね、これ倒した方がいいのかな。これ倒さないとダメなのかな。ちょっと分かんないですね。今までそれであえてやったことがなかったのでちょっと分かりかねますが、はいはいはい、こういうのをね助けるとまたサブストーリーが解放されたりするので、見つけてね、あの急ぎじゃないときはね、なるべく、うん、ありがとうございます。道中気をつけよ。ああ、お土産系か。お土産系なのでこれは多分物資とかがもらえる感じのやつですかね。あー違う、しかもあのゲージがごくわずかにもらえるっていう感じのやつだわ。あ、物資ももらえたね。よかったよかった。物資50は美味しいっすね。まあでも物資50だけか。だけかっていうのはあれですよ。物資50自体は美味しいんですけど、なんかついでにね、ついでに物資50と竹15頭みたいな、そう、数的なね、種類的な問題でね、いくつかあればなと思ったんですけど、石の方の強打で敵の剣兵を、よろめき状態にしろと。いうような感じですね。ここはでもその野営って書いてあったかなっていうだけあって、そんなに多分いないので、どうしようかな。ちょっとずつやっちゃう。なんかあいつとかさ、とりあえず撃っとく。えーい、こっちだよ。やろうぜ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 。よいしょよいしょ。危ない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 。あらららららら、ら君は君剣だよね。よいしょ。せっかくなのでね、任意目標は達成したいところではあるので。え、あいつなんかビビってさ落としちゃったけど大丈夫。よいしょ。槍兵は今回目標じゃないんだよね。よいしょ。石の型で緩むき状態にすると OK ですね。よいしょよいしょ。こいつもやっていくけど、あぶねえ。いや、危ねえじゃない、痛いわ。よいしょ。あれあれあれ、物資物資物資が美味しい。あれ？あっちにもいるかな。これでもし終わりだとすると相当むずない？この目標。結構剣の兵士少なかったよ。ああ、いるね。いるいるいる。敵いるわ。よかったよかった。おーい。野球やろうぜぐらいのね。おい、その野球やろうぜぐらいの勢いでいきましょうよ。こいつね、こいつ。こいつを、よいしょ。よいしょ。こいつは邪魔だからやっておいて、よいしょ。よいしょ。あ、オッケー。これで3人なんかな。よし、オッケー。オッケー。よいしょ。あれ？やっぱ動物は逃げていくのかな？犬がすごい走り去っていきましたね。まあまあまあ、追うものをね、後ろからいるのは弱者がすることなので。私はやりませんけれども、これぐらいのサイズの拠点だと今みたいにスンとこう、あのゲージね、あの技量がもらえるゲージがスッと増えるだけで、なんか特別なこのここの拠点を攻略しましたみたいな演出は出てこないので、これにてここの拠点の制圧は完了というふうになりますね。あ、逃げた場合、その逃げたこの終了判定のところに獣の皮今落ちてましたね。ありがたいですね。では簡単にそこの上のやつだけ、ちょっと
物資もらえる？うん、物資もらえるね。ありがたいありがたい。で、矢なんかも回収して、ここの鉄と物資を回収して、ここにも鉄落ちてたね。こんな感じでね、着々と物資を集めていく感じになります。で、ここも攻略ね。ボフーンと攻略しまして、二つほど、こうやってね、水戸の地がまた出まして、さらに次はここのかがり火台だね。かがり火台も攻略したいので、この辺からちょっと向かうけど、これちょっと距離あるかな？もしかしたら、この距離はさすがに、しかもこのね、いや、ちょっと待ってよ、これ。面白いな。ん？これこっちでこうやって渡っていけるタイプね、これ。こういうの見るとちょっとワクワクしたよね。アスレチックみたいなの行きたくなるよね。アスレチックであんなことできないけど。ね、アスレチックで仮にできたとしても自分の、あれね、運動神経的にちょっと無理だと思うので、チャレンジしないですけど。なんだろう、あそこ光があるけど、あれは関係ないのかな？とりあえず。関係なさそうなので、もともと言ってたかがり火台の方にね、あとでも100メーター、200メーターぐらいか。あそこか、もう見えてますね。あそこの攻略をしていくんですが、くね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 行かなきゃいけないので、もしかしたらちょこっとだけカットするかなと思いますが、カットしないことも考えて、このまま喋り続けて向かおうと思います。あ、これも絶対カットしないですね、この距離ね。ん？あ、鹿か。びっくりした。鹿が人に見えて完全にここから始まってるのかと思ったわ。あ、ん？うん。久しぶりに黄金の鳥が鳴いていますが、よいしょ。よいしょっと。どの辺から敵がいるのかな？この辺はまだいないかな？超級で敵を倒せで3体。なるほど。超級、今俺、意外とあるね。矢が意外とあったので、やっていこうか。よいしょ。オッケー、1位。次あっちにしようか。これで2の、これで3ね。よいしょ。オッケー。これで2の目標達成ということですね。半球に変えておきましょう。長球は今みたいにね、距離があるときは非常にいいんですけど、いざ近づいてしまったりすると非常にやりにくくなってくるので、意外と敵多かったわ。あそこ、あいつもじゃあ長球でやれそうかな？よいしょ。オッケー。あそこにいるのが体調格なのかな？あれね、素振りしてますね。止めますが。よいしょ。オッケー。こんな感じですね。はいはいはい。あっち行っちゃった。あっち行っちゃったので、他にいないかな？うん。見渡す限り敵は他にはいなさそうなので、あそこの、二人ないし三人でしょうかね。あ、やべ、間違えた。三角落ちちゃった。間違えて三角落ちちゃいました。メスがまあ問題はなかったですね。よいしょ。あ、せっかくなんでクロードの刀も使いましょうか。よいしょ、一体。で、これで二体。そして、あいつですね。貴様で三体と。確実で3体がやれる演出ですね。素晴らしい。敵の強さとかにね、型とかに関わらずね、簡単に葬り去ることができるので、あれは非常にありがたいですね。これで終わりか。 OK ですね。任意目標も達成しまして、無事にね倒すことができました。これで攻略完了です。とこれでね、ふわーんとまたここも広がるって、またね分かるところが増えました。でもこれあれだね、この縮尺でのほら、17分の15解放済みってなってますよね。これが一応17全部解放されると、ここの辺りのね、このエリアの霧は一気に全部晴れてくれるのって、なんかこの辺とかかな？もしかしたらこの辺とかに拠点があったり、あとはこのもうちょっと上のこの辺ですね。この辺に拠点があったりっていうので、まだ雲が隠れてる。あ、この辺もちょっと怪しいね。その辺もちょっとね、順次見つけながら、ああ、ちょっとこっちの方とかも怪しいしね、意外と範囲が残ってるのって、それを見つける作業はなかなか難しいので、こっからはね、どうしよう。もうでも2つ3つ拠点攻略しちゃったら時間が多分いいとこなのかなと思うので、ちょっとここのかがり火台だけ焚いて終わりにしましょうか。またかがり火台焚くって言ったね、俺ね。かがり火台灯すね。かがり火台に火を灯すね。合ってんのかな、どっちでも。でも表現的には。どんなんでしょうね。
なんかやっぱりあのタクっていうとなんかね、またなんかちょっと違うゲームを連想してしまう感じがちょっとあるのでね、なるべく表現統一していきたいなと思いつつ、ポロッと口から出てくるのはいつもそっちの表現なんですよね。火を灯す、火を灯す前になんかさっきのが怖いから、いやここはね大丈夫だと思うんだけど、一応さっきのが怖いのでこれを回収していきましょう。火を灯します。これ久しぶりですね。うんうん、やっぱりこの遠くから引きからズームしていくこの演出っていうのはね、なかなか粋なものがありますが、はい、これでまた一つかがり火台を攻略ですね。はい、素晴らしいんじゃないでしょうか。このような形でね、いつもサブストーリーのために、拠点攻略や、防具強化のための物資回収っていうのをしております。今回はね作業パートとなりましたが、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。